レビュークの思い方。さ、レビュークちゃんは、やる気が出ない。今からレベルを調べるっていうね。リビュークは SVL レベル9で、伐採頻度 A の安い単語ですか？安い単語って言うと怒られるんですけど。もう、勘弁してくれ。勘弁してくれ。もうだってパスタ頻度 A なんだからもう安いでしょ。だってもうみんな A からやるんだから。しかもなんとなく2、3回見ればなんかすぐ覚えないこの単語。リついてるしなーつって、でちょっと語源調べて、ビュークの部分はビートと親戚らしいぞつって、けどビュークとビートって B しか合ってないよつってね、けど元がビートって言ってんだから何回も叩くとかね、そういう意味でね非難するになるんだろうなつってね、わかるじゃない、もう安いじゃないこれ、もう俺もやんなるわ。じゃあ安くないのって何なんですかっつったら、もう適当にさ、もうシソーラス引いてさ、もういっぱいあんじゃんこんなもん、なんだこれっつってなんだよこれとか、あるいはね、こういう熟語でも表せますよみたいな、 Keep a piece of one's mind なんでっつって、もしかなんだ、これ Let it with both barrels とかね、もう何これっていうね、こういうのはちょっとテンション上がりますよそりゃ、けどまあバスタインドは安いでしょ、だっていや安くありませんっつってね、いやそんなのね、視聴者にとってはね全然安くないんですとかいう人はね、ワンコ英語研究所見た方がいいですよね、かわいいね、かわいいワンコちゃんと一緒に勉強しようっつってアハ体験で覚えちゃえば、アハ体験でね、もう時期抜かされちゃいますよこれ、2140人ですけど、だからこのねワンコ英語研究所をちょっとこう市場調査だっつってね見たらね、リビューク載せてるわとか思ってね、じゃあ俺も覚え方作るかなんつってね、リビュークちゃんなんだろうっつってね、もうほんと勘弁してほしいよな、ああいう風に小切れに作ってな、俺より10倍は再生されてますね、けど俺の10倍再生されたところでなっていうどう考えても自利品だけどねとかね、思っちゃいますけれどもね、けど俺の動画ちゃんの方が例文いっぱいあげますからね、もう特にこれなんかね、記憶に新しいですね、東京オリジナルスリビュークオリンピックオーガナイザーズオーバーうんちゃらかんちゃらっつってね、マルチプルスキャンダルか、だから辞書引くと叱責するって出るけど、まあ、あの感じで言うと叱責じゃないよね、やっぱ非難だよね、じゃあワンコ英語研究所さんはなんて解説してんだろうっつって見たらね、リビュークは言葉や行動に対する非難がリビュークですよっつって言ってたけど、非難するときって言葉や行動じゃないのっつって非難って全部それでしょ動物を非難するとかね、冷蔵庫を非難するとか言わないよねっつってね、じゃあ非難って全部言葉や行動だよねっつってね、薄いなとか思ってあ、新しい岡本のコンドームかなとか思ってもう結局ああいう風にな、小綺麗に動画とかな、サムネとか作ったところで中身がな、厚さ 0.02 ミリだとな、俺ちゃんとしてはもうちょっと深掘りしてくれとか思うけどね、けど俺ちゃんみたいに深掘りしたところで再生されないけどね。あげくの派手にこうやって愚痴ってるとね、それこそね、リビュークされるっていう。もうこの世は地獄ですね。もうほんとね、地獄ですよ。これ名刺もあるからね、名刺もあるから見といてねっていうことですけれどもね。もうほんと、ろくなことねえな、毎日な。もうこっから英語関係ないっていう。意味を言うまで。関係ない話が続くっていう。もう昨日ご飯ジャー開けてさ、残ってるご飯取ったらさ、ご飯ジャーの中身のかまどがさ、もうこうかまどこうパカって開けてみるでしょ、そしたらこの底の方になんかプチュ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 っつって、なんか気泡みたいのがいっぱいできてんの、プチュ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 っつって、何これっつって、っつって、まあ1個や2個だったらまあそんなこともあるかなとか思うけど、こうプチュ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 っつっていっぱいできてんの、で調べたらなんかテフロン加工が剥がれてる証拠っつって、けど象印ならテフロン加工が剥がれても3年以内なら交換できますっつってさ、もうすぐ調べたよね、あれいつ買ったっけっつって、もうそしたら平成30年って出てさ、
平成30年って何年つってそこでまたイラつくっていう、もう何なんだよ元号つってよつって、も全然英語関係ないよ何なんだよ天皇制つってよつって、分かりにくいんだよクソがつってね、うん、でまたそういう時に限ってね、うん、いやその元号に平成の場合は88足せばいいのよつってドヤ顔で言ってくるんだよな、うん、いやいちいちそれがめんどくせえだろつってな、うん、でスマホでね、うん、平成30年つってね打ってね、うん、ああ2018年かもう全然ダメじゃんつってもうけど中のね内釜だけなんだよね、こうプチュプチュができてんのね、うん、じゃあ内釜だけ変えようつって内釜だけ変えようとしたらなんか1万8000円とか言われて、じゃあ普通にご飯じゃ買った方が早いじゃんつってね、うん、じゃあこのご飯じゃまだ使えるのに捨てんのつってね、うん、それもやだなとか思いながらね、うん、ろくなことねろくなことないもんね。リビュークでね、何々を強く非難するとかね、うん、または叱責ですか、うん、あ、そうだ、おまけにね、その後ね、給湯器のお湯が出なくなるっていうね、もう、なんなのもう給湯器なんか先週買えたばっかなんだよ。先週16万で買い替えたのに、またお湯が出なくなるっていうね、うん、台所だけ。うん、で、あ、じゃあこの間買えてくれた人に電話しなきゃ、つって夜9時。うん、無理。明日の朝9時まで待たなきゃいけない。で朝9時に電話してさ、そしたらもうなんかちょうどね、うん、あ、今日空いてますんでって言われたから、あ、お母さんじゃ あの対応しといてっつって言ってね、うん、そしたらなんかね、家に来てね、5分で直してくれたっつって、なんか台所の下の、元栓の蛇口が、ちょっと閉まってたもんで水量少なくなっちゃうと給湯器が働かなくなっちゃうんですよなんつってね、うん、ああよかったあ、ありがとうございますつってなんかお茶渡したらしい。全然おかげない。もうしたきゃリビュークしろこなの本当にね、おばあだこリビュークワンズサービスウィズオンラインレビュー、オンラインレビューで接客態度を非難する、うん、ねえ、うん、よくあるねーつって。Rebuke One Service with Online Review. Rebuke One Service with Online Review. Rebuke One Service with Online Review. しかもね、うん、こんなしょうもない語呂を作るのも にもね、うん、こんなしょうもない語呂を作るのにも、私はちゃんとね、うん、レビュークなんとかサービスって言うかつって。ちゃんとこうやって検索してね、あ、言ってるかつってね、うん。天下のデイリーメールが言ってるんだったらね、まあそうでしょつってね。うん、もうそれプラスね、うん、さらになんかあなた方が分かりやすいようなね、うん、例文持ってきてね、あ、これは動詞で使ってるなっつってね、うん、こうじゃあちょっと読むとね、うん、岸田津さん、リビュークドフォーパーティーフォトアートオフィシャルレジデンスっつってね、うん、でアホはね、うん、アホはリビューク叱責するとかまでで終わっててね、うん、他動詞だっていうことまで覚えないからね、うん、下手したらここで面食らっちゃうよね、ええっつって、レビュークって自動車だっけつってね、うん、このニュース知ってるけど、うんと、どちらかというと岸田の息子が非難されたんじゃないつって、岸田の息子が、写真のこと非難したっけなんつってね、うん、そういう風にテンパっちゃう人いるかもしれませんからね、うん、注意喚起だよつって、これは非難された岸田ちゃんのキッズだよつってね、非難された岸田ちゃんの息子だよっていう意味だよつってね、やってんのにもかかわらず全然再生されないもう挙句の果てにね、うん、もうなんかそうやって愚痴られるとこっちまで気分悪くなりますなんつって言われちゃってね、もうひどいですね。もうあなた方つらい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 言ってるがん患者に対してさ、うん、もうつらい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 言われるとこっちまで気分悪いんですけどつって言う看護師がもうかろうじてね、うん、もう紀伊鉄大明神からね、モルヒネというスパチャをね、投与されてありがとうございます紀伊鉄大明神様。もうこのね、モルヒネ 800ml 投与がなかったらね、もう続けてられませんね。とりあえず今日はあげなかったね。あ、もうこれがどうもこうやって 800ml モルヒネが投与されたから頑張るけど、うーん、きついよーっつってんのにね、うん、看護師が言ってくるんですよ。きついきつい言ってるともう、こっちまで気分が悪くなりますっつって。けどまあどうですかね、うん、これはあれじゃない、うん、これは叱責するとかね、叱るの方で使ってないこのニュース。うん、
なんか剣道のコーチがなんか生徒から金巻き上げたっていうニュースあったじゃん。だから剣道のコーチがお金をさ、ちゃんとさ、持ってこない生徒に対してさ、もうなんかリビュークしましたっつって、うん、これは叱責の方で使ってんのかなーなんつってね、うん、やってんのにもう、勘弁したって言ったぜきて、もう、神々。Rebuke One Service with Online Review。Rebuke One Service with Online Review。Rebuke One Service with Online Review。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。